おかわりください、二百五杯目。はい、皆様こんばんは。<laughs> 木曜日でございます。七月も二十一日、早。 ね、あのめ、ー、っきり夏休みがなんか学生さんは始まったらしいという噂を聞きつけましたがなんかあれですねちょうど帰りのバスがこ高校生とかの帰りにかち合ってたんですけど今日からさすがに少し減ってましてあたなぜこんなにテンションが低いかというと今日ちょっと、あのー、仕事でぐったりしてましてうっかり寝過ごすという。 で、ソムチャイに行けなかったっていう、もう本当に本当に私としたことがあって、ちょっともう涙目になりながら小沢でやってまいりました。多分これ番組終わるまでに元気になるかどうかは分かりませんが、今日はこんな感じでお届けしたいと思います。そんな今日でも皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。はい、761アットマーク FM 小沢 .JP ままでおお待ちしておりますはいということでですねあの先週ちらっと触れましたけれども私先週の土曜日誕生日でございまして <laughs> 自分で言うなよっていう話なんですけど清木さんからプレゼントもらいましたやっとーいということで早速開けますけど食べるとは言ってないですよ開けるって言ったんですよ 嬉しいですね。もうお菓子がいっぱいですよ。今日やばいやばい。あ、良 <laughs> かったね。今日2人で。可 <laughs> 愛らしい。とんでもないです。可愛いいちごのタルトをいただきました。一つは正規さんので。<laughs> 今日はね。あの後ほど。 曲ををかけながらゆっくりお茶をしたいいと思いますそうだからちょっと今日疲れてたからねあの赤いコーラです分かりますか皆さん疲れた時はあの絶対ゼロとかじゃなくて赤いコーラ飲んじゃいませんか私だけかな <laughs> 今日はそんな気分でございますさああツイキャスで太郎助さんが「お今日は手作りカチューシ車じゃない」って来てますけど手作りカチューシ車は1回だけです。 今のところ。あ。すごい！おめでとう！おでめとうになってます。ありがとうございます。いえいえ、そうで今日のでお菓子のコーナーのお菓子もちょっと興味深いものをコンビニで見つけてきたので、これも後ほど食してみたいと思います。ででん。ポテトチップスうなぎの蒲焼き味。 ね、あの3確か30日が「土曜の丑の日」ということでもう1個ねもうちょっと増しそうな味があったんですけど <laughs> まあおかわり的にはこれがいいかなと思ってねあの土曜の丑の日」これで精ポトトチップスで精をつくかつくかないか分かりませんが別にうなぎが入ってるわけではないんですよねあうなぎエキスパウダーっていうのが入ってるすごいな怖いな 元気になったらどうしましょう。<laughs> 元気になれよっていう話ですけどね <laughs>。それとあのー、前回から前々回ぐらいからずっと食べたくて探してた。パリフわクリームコロン瀬戸内レモンですね。なんかこれ長いこと食べてませんけど、コロンって冷やして食べよう。パリッツって書いてます。なんかそんなに硬くなかったですよね。昔 えトッポみたいに硬かったらどうしようまあどうしようって別に歯が折れるわけじゃないからいいんですけどあこれも後ほど食べてみようかなと思いますさあリクエストまだ来てないですが先週おかけできなかった曲を1曲目にお届けしたいと思います先週ね太郎ケさんからのリクエストいただいてました森有志とサザンクロスで育児なし。 今日1曲目お届けしましたのは先週タロスケさんからいただいてたリクエストですね。森友次とサザンクロスで育子なしお届けいたしました。もう今日はこんな感じで行こうかなと思いますが、で、あの先週ちょっとこうデュエットの曲ばっかりかけるのもいいんじゃねっていう話がちらっと出ましたので、ちょっと今日これで攻めてみようかなと思います。皆様もあの新旧問わずこれはっていう曲がありましたら。 どうぞどうぞリクエストいただければと思いますよろしくお願いしますそしてあ吉弘さんもこんばんはいつもありがとうございますやっぱりね目が覚めない <laughs> 目が覚めないどうしましょうっていうのはやっぱり甘いのを食べなきゃいけないですかね <laughs> あそして忌みっちゃおじさんもこんばんはうちの母ちゃんカラオケ行って酔いが回るといつもひさめと甘木声歌いながら毎回泣きます 母ちゃん何があったのさこの曲にいいですね「天城越え上手に歌う人」ってかっこいいですよねそうそうもうすっきりする見ててでも「氷雨」もいいですね <laughs> ちょっとカラオケ行ったら今度歌おうって感じがしますでもカラオケ年に1回行くか行かないかぐらいなんだけどね <laughs> そう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 絶対なんかメモで置いとくべきですよね <laughs> なんか「ああ」っていつも言うんだけっていう感じがします さあ今日はもうじゃあデュエット曲攻めていきますんでねどんどんリクエストお待ちしてますじゃあ2曲目お届けしたいと思いますこれはもうね定番ソングということでいいんじゃないでしょうか五木博士と木の実七で居酒屋 はいお届けしましたのは五木ひろしと木の実ならで居酒屋お届けいたしましたもうあれだねてあの太郎介さんがどん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 リクエストを頂い,いてますありがとうございますいみちおじさんが「太郎ちゃん8月のライオ記事はこの番組「太郎ちゃん役」で出てください「太郎ちゃん役」ってどうするんですかね 髪型違うからな髪型タラちゃんで来るんだったらいいかもしれないけどどうでしょうあっマジかそうかあーそれいいんじゃない <laughs> この時だけちょっとおろすっていうのはどうでしょういちゃんのもね遊びにどうぞ遊びに来てくださいね来る時はねお待ちしておりますよ。 ザデュエット特集どんどん行ってみましょうかね。で、この曲もですね。リストアップ、正規さんがしてくれました。お届けしたいと思います。石原裕次郎、牧村淳子で銀座の恋の物語。 はい、お届けしましたのは石原裕次郎と牧村淳子銀座の恋の物語でございました天童さんのリクエストいいですね綾香と小袋のウィンワインディングロードーあったあったっていう感じです,ですが、えー、ありそうですありそうです後ほどおかけします松浦綾は来週かけますのでこれはあの来週までお待ちくださいね さあ、あのー、ケーキをいただいたあとはですね甘いものにあとはしょっぱいものということで今日コンビニ的になったうなぎのかば焼き味のカルビーポテトチップスでございますねなんか匂いがね確かに甘辛い <laughs> なんかちょっとかん かば焼きとはちょっと違うけどタレっぽい味がしますうんなんかでもうなぎエキスパウダー入ってるらしいんでね高いですからねうなぎ、うんね、こうね土用の丑の日うなぎ食べられない方これを食べるのもいいかもしれないですよ なんか色もなんかちょっと濃いですよね。うん、んう,ようん。普通に美味しいです。ということで、あのこれ食べるので忙しいので曲おかけしたいと思います。タロウスケさんからのリクエストですね。ヒロシアンドキーボーで3年目の秋。 はい、お届けしましたのは「ひろしキーボーで3年目の浮気」でございましたガンガンにこうリクエストが届いてまい届いておりますが愛が生まれた日って誰でしたっけね藤谷美和子と子ああああるそうです <laughs> 熱烈に推しがありましたのでこれはおかけしましょうかね あすごい東京戻るなんか最近に近づいてきたかな徐々にと思ったら戻る店頭さん <laughs> フランク長いある,あると思いますよああでも FM ことだからなどうかな <laughs> どうでしょう今正規さんが探してる,るほら <laughs> やっぱりある,ある,ある <laughs> 結構やっぱり出てきますねうん うん、散歩進んで2を下がるどういうポリシーでやってるのかはよくわからないですがまあそういうところがねこ,うこんな番組かって聞いてて「えー、っ!」ていうねそれ宮沢麗が時々かかるっていうねそういうところがちょっと魅力かもしれないですねじゃ,あじゃんじゃん曲おかけしていきたいと思います。 これも太郎ウさんのリクエストですね。えっ、ー、と青い城と日のみかでリクエストをいただいたんですがなくてですね武田哲也と足利佳美バージョンでお届けしたいと思います。男と女のラブゲーム。 たのすけさんからのリクエストでお届けしました「武田鉄矢と足川芳美で男と女のラブゲーム」でございましたねなんか知ってる曲続くとちょっと楽しくなってきますねどうなんでしょう知らない曲ばっかりっていう人もいるんでしょうかいや,ー <laughs> いやーこの番組聞いてる人はね <laughs> きっとねこれよりもっとツボな曲ツボな曲って探してリクエストくる人ですからねはいもうちょっとカラオケ行きたくなっちゃうよ歌番組見たらみたいなねそんな感じになってきましたがさあまたどんどんお送りしたいと思いますもう今日は太郎介さん太郎介さま様だねリクエストいただきました鈴木清美とラッツスターでロンリーチャップリン <laughs> お届けしましたのは忠相さんからのリクエスト鈴木清美ラッツアンスターでロンリーチャップリンお届けいたしました <laughs> もう天童さんのリクエストがちょっと受けたんですけど <laughs> 藤岡藤巻と大橋のぞみで崖の上のポニョってこれはデュエット <laughs> <laughs> ああじゃあこれちょっと来週まで持っていきましょうかね。 はい、あ。なんですけどさっきのこのララララブソングもデュエットかって言ったらちょっと違うような気もするんですがちょっと異常に聞きたくなっちゃったんですよねいいすはあいありがとうございます <laughs> 皆さん結構果敢に挑んできますよねまさか崖の上のポニョがデュエットソングのくくりに入ってくるとは思わなかったです,たんです、ね、うん、結構びっくりですね うんどううししましょうとりあえずですねリクエストが今今の時点でだから12345678全部で10曲ぐらい頂い,いてるんですが、まあ、かけた曲も含めですねこれはちょっと来週まで絶対持ち,こた持ち越せる企画になっちゃったのでちょっと来週にまたいでまたお送りしていきたいと思います。 <laughs> <laughs> なぜか <laughs> <laughs> 間に挟むとかそうですねじゃあ今日はもう古い曲でそのままいっちゃいましょうということでえー、っとどうかなどう,どうします愛が生まれたた日今日今聞きたいですかじゃあこれからいきましょうかはい、はい、じゃあ太郎輔さんもう太郎輔さんの日じゃん今日太郎輔さんからのリクエストで藤谷美和子 昭で「愛」が生まれた日。 お届けしましたのは藤谷美和子お内義明で愛が生まれた日でございましたなんかねあの本当にいっぱいいっぱいリクエストが来ておりまして来週も好評につきデ,デュエット特集をお送りしたいと思いますので引き続き皆さん1週間猶予がありますんでね面白いリクエストもうこれはないだろうっていうようなみんなをならすようなリクエストをお待ちしておりますであの そう持ってきたお菓子ね一つそのまま何も言わずに食べちゃってましたけど <laughs> もううっかりこうスルーするところでしたがパリフクリフクームコロンンレモン味いたただきましたもうねあの中のクリームをフって吸うっていうやつをやりましたけれどもあのうんさっぱりはしてないんですよねやっぱクリームがどうしてもあのショートニングベースなので。 でも冷やして食べるとなんかクリームに空気が含まれてるらしく細かい空気がで暑い日は冷やして食べるといつもと違ったひんやりコロンになるらしいのでちょっと持って帰ってお試ししてみたいと思います甘いものでもレモン味のものが食べたいっていうのがありましたらまたね、あのー、食べてみてくださいっていうことでそしてあ AKB ファンさんからも来てますよ 乗り遅れましたね。ナミちゃん、セイキちゃん、チーズ。男と女のラブゲームよろしくお願いします。もうかけました。<laughs> 残念です。はいはいはい,あいメールが届いてるので紹介しましょうかね。ナーミーさんラジオネームご無沙汰しております鉄拳人民です。通話意見を出せるまま寒風教室を終えました。背中と拳は痛めましたが。 話は変わり昨日泣き人に行った時にツッコミどころ満載の看板に出会いました泣き人、美人を推し脇見注意ダダダと逆に美人を探し脇見ばかり探す中年。以上僕の日常でしたということで来ております痛めた拳と背中は大丈夫ですかお大事にしてくださいねあのそんなに若くもないんでねそしてあの泣き人ですけど声援あ明日から クモジのタイムスビルの1階で泣き人の物産展が始まるんですよ。そうなんですか。私あのスイカ一玉買って帰ろうと思っててずっと。<laughs> 明日はちょっとねあのマイバッグを二重にしてスイカを一玉持って帰る気満々です。いいいですね。お時間ある方ぜひクモジまでお越しの際はタイムスビル覗いてみるのはいいんじゃないでしょうか。はい、さあ曲急ぎでギリギリかないけるかな。そうですね。曲で逃げても全然。はい,はい。じゃあ。 今日はタロスケサンデーということでタロスケさんからのリクエスト。さくらと一郎で昭和カレス好き。 はいお届けしておりますのはタルスケさんからいただきましたリクエスト桜くらと一郎で昭和枯れすすきでございましたもうねちょっと盛り上がってきたのでもうこれ来週まで延長してデュエットやっていきたいと思います本当に今日たくさんのリクエストありがとうございますなんかみんな必死で探したんだろうなっていう感じがしますが来週も懲りずに 良、ね、ければその次の週もあるかもしれないのでどんどんリクエストお待ちしております。来週は3人揃うかなということで皆さんまた来週も聞いてくださいねじゃんけんぽん